Circle K presents Beat Club。サークル K プレゼンツビートクラブというわけで、いつものようにお相手は私スタートストレビューの根本かなめでございます。今週はチャゲアンドアスカね、ゲストもうスタジオの外で待っててくれてますけど、チャゲさんもうちょっと待っててね。 And here comes tonight's guest。 さあ、僕が一番恐れている時間がやってまいりましたね。改めてご紹介いたしましょうね、チャゲアンドアスカの二人でございます。バカバカだねこの子たちは本当に。もう子供じゃないんだから。まだ今ギリギリまで頑張ってるから。カレーパン食べてんだから今。カレーパン食べてんだから、それ見てよちゃんと。言っとくけどね、うん、まずルールを守ってください。番組といえどもですね、ラジオでルールがあるんです。なんだろう、この番組は僕の番組です、ね、そしてまた真ん中から聖子ちゃんの番組にもなります。聖子ちゃんがどれだけ喋るかによって俺はこの前枠で終わっちゃう時あるんだから、もう気をつけないと本当に。聖子ちゃんなかなかねこう話し上手なんでですね、まあそんな話も含めつつですね、はい、今日はですね、はい、ニューアルバムをですね持ってきてくださったわけでございます、はいはいはい、私も聴かせていただきました。いや僕も、僕らも今日いただきましたね。いただきましたスタイルね。もう本当にね、よかった10曲でカナミさんたちが良かったお互い10曲で、お互い10曲でね、うん、でもね、はい、僕はカセットで聴かせていただいたんですけど、トータル時間はですね、うん、このノタ通るのがですねちょっと長いみたいです。あ、そうなんですか、うん、はい、これはもうやっぱりあれですね、僕らのですねスタジオ使用時間がねギュッと縮こまってやりましたから。でも僕らフェードアウト稼ぎましたか。フェードアウト稼いでたんですかなんかよくわかんない話ですけど、すごい。でも俺聞いて、いい、もうね出てきた言葉がね、もう10曲、うん、最後のなんか告白だっけ、うん、あれを聞き終わったんですね。さすがやねと思った俺。もうなんかね、まあよくこんだけ凝りに凝ってこの作ったねっていうくらい本当にいろんな音が入ってて、でやっぱどこ切ってもチャゲアスのですね世界があるわけでしょ。もううまい、やっぱね、伊達にね、伊達に長いことアルバムを作ってないよね。そのシングルがね、シングルは、まあ、もちろんほら、うんうん、やっぱり楽曲としての性格上さ、うんうん、分かりやすくとか、あるいはそのなんか一つの、サウンドカラーを持って作るけど、うんうん、アルバムってやっぱりさ通して10曲聴かれて初めてアルバムだもんね、うんうん、その辺のまとめ方っていうのはね、やっぱりね長いことやってる人たちはうまいよねと思った俺は。本当に、うん、でもそう言ってくれたマリアだね。今年作った曲を全て、うん、このアルバムに、ね、もう吐き出したよね。作った曲これが全てだからね。俺はさ、ね、俺が聞いてたのは、10月6日から、来年の4月までですね、73公演が、ね、これはアルバムを持ってのツアーだって聞いてたんだよ。ね、ところが、うん、ところが間に合わなかったので。アルバムタイトルとツアータイトルがリンクしようとしてたんですけどね、うん、なるほど、まあちょっと遅れましたね。だから一緒に小祝いでやった時はもう僕らにとっては華僑の大事な夜だったんだけど、あの夜に足元すくわれたんであれで止まったね。いや楽しかったね本当にね。楽しかったよね。かなめちゃんは。いやいやいや俺ね、あんなにね、あんなに自分でね、俺は本当にね、まあたかだか44年しか生きてないけどね、その時間の中で一番楽しかった時間かもしれない。あんたたち二人を置いてね、俺自分でね、なんだろうね、あのハイテンションは。あのハイテンションね、あのハイテンションでもやっぱあれだよね、その場の空気を思いっきり変えるので、もうなんていうの、もう瞬間沈まってる時にはもう最高なんだけど、例えばキロなんかだったら泣いちゃうね。あキロの泣かしたらしい。いやいや違うよ、あれは勝手に泣いたんだよ。泣いてたぞキロロが、泣いてたぞ。違う違う、あれはね勝手になんだか一人で興奮して、いやいや別に泣かしたわけじゃない。キラキラキラ、ね、言ってんだよ。要はね、要ちゃんみたいなのが前に来て、例えば先輩ねさらすべて、うわっ要さんだと思うね。で要さんがやっぱギャルに喋ってくれるわけ。ピストンのような状態でガガガガッと、それでも何を答えていいか分かんなくて、でそのうちに「あ早くしないとこの場の空気やって」言ってるうちに涙が出ちゃって流れちゃう。俺は質問は音楽的な質問だけじゃないからね、生き方からね、鎌倉が幕府の成立までですね、もうすごい事細かく聞いてくんだよ。本当にそれ謎なぜだな。いやいや謎じゃないけど、キロロの二人もいい子たちだったな。あそうですね、いい子たちってのもなんだけどさ、うん、ね、うんうん、でも俺小祝いの時に、うん、あの時ね一番ね迷惑を被った被害者はさくらだと思うんだよ。
かわいそうだったなあの場所にいて、どうしようどうしようと思った、うん、あんなにこう真面目な子だと思わなかったから、うん、当然この俺たちこの3人の会話に乗ってくると思ったらすごい真剣にうなずいて聞いちゃったから、そんなうなずく話じゃねえんだよと思ったんだけど、あれは迷惑だったな、真に受けてたからね、うん、あれはあれだって、しかもださお互いに立てばさ、もうさだって、経歴この年数はさもう40何年じゃんか、うん、それの人たち生きてきてるでしょ、まあ、生きてきて、先生2つチャギアスとスタレビを足すの、うん、すごいよいや、まあ、足すのもありでね、でもね本当に、2年4ヶ月ぶりということなんですけどね、本当に俺はあの聞き終わった後に、うん、おすごいすごいさすがやねっていう言葉が出てきた、本当に、うん、でね、2週目に入って、2週目に入って、聞き始めたんだけど、うん、なかなか音が出なかったのはカセットテープだからひっくり返すのが遅かったお前だ、うん、大体なんで今時俺たちもそうだったんだけど、うん、こういうカセットで渡すんだろう、これはね、あの理由があるみたい、うん、理由があるの、俺らもね、うん、なんで MD の方がいいんじゃないのと思ったりするんだけど、うん、あの未だにほらライター用に配られてたんでしょ、ライター用さんっていうのは、うん、あのキュキュキュって戻したりってあれがないとダメなんだよ、そう原稿書くときに、だから一応カセットそれ用に作ったものがあの先行して出ていくので、要さ、うん、なんかその先行で聞いてもらいたいっていう人の枠の中に入ってるから、うん、カセットだというありがとうございます、思います、聞かせていただきましたよ、うん、カセットっていうのはなかなか久しぶりに聞いたんですけど、うん、いい感じですよね、あれはあれでね、さあ、うん、いやでもね、やっぱほらしっかりこうあのレベル見てたらカセットでもきっちりレベルを取っとくもんだね俺たちやとついついこうオーバーしなんでなんか高めに入れちゃうよね、あのダットとか回ってるとさすごい真ん中ぐらいでチュピチュピいってるけど、もうちょっと上まで上げろよとか思うんだけどね、あれはやっぱりマスタリングの妙なんでしょうね、まあそんな話はどうでもいいんだけど俺はね、あの今日ね何聞かせてくれるか俺は分かんないけどね、うん、やっぱね、あの並び方とかねすごいあの、うん、どういう風に言ったらいいんだろう、ゴージャス、ものすごいゴージャスだったでね、特にね、あのあ不思議だなと思ったのがこうすっごいバラエティに富んだ音で、それもあのね、あのアレンジのね妙もあるでしょ、うん、アレンジの妙とコーラスの妙とね、すごいなと思ったけど、そこにふっと6曲目ぐらいでシンプルにね、うんうん、はいはい、2人の声がですね左右から、うんうん、もうささやくように、俺なんか右向いて左向いて、なんか FM のサウンドチェックみたいなピンポン玉をこうやってコン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 って思ったよ、すごいよ、うん、あれはねすごいアコースティックギターで、ね、うんうん、あれがクッションになって、でまた後半が怒涛に始まっていく、 うまい、うん、ただ交互に並べただけなんだよねそうそう、あれ嘘嘘嘘、アスカチャゲ、アスカチャゲ、あ、ほんとだでもね、あ、それ気づかなかったもんね、あの6曲目とかね、本当にギターを真ん中に置いて、うん、普通はね、ボーカル真ん中に置いて、うん、楽器を真ん中に置いて2人のボーカル左右に分けるっていうのをやって、うん、で歌い癖が2人あるんで、うん、もうとにかく2あの同じ曲歌ってもね、うん、あの絶対歌い癖で出てくる違いをいや試してみようということで、うん、お互いも聞いてないの、お互いの僕だよね、俺もね、それを聞こうと思ってたんだけど、うん、これは絶対自分が勝手に撮ったやつをわざとあの違う歌い方でかぶせたんだと思ったから、うんうん、そうだよね、もうアルバムでしかできない、うん、あのね、うん、だって2人とも合わせようなんて気はさらさらなかったもんだって、うん、お互い聞いてないからあ、聞いてないんだよ、こうしたやつそのまま、だから僕は後で歌ったんだけど、僕歌う時シャイの僕から消して、うん、もうあのヘッドホンからなくして自分で好きなように歌って、あであと2人で再生、これはね面白い手法だなと思ったけど、うん、それからね、あのまああのなんていうのこうサビのね、うん、こう音の良さとかメロディーのかっこよさとかね、もうすごくあったんだけどね、うん、あのアレンジに出てくる音がね一個一個しゃれてて、これいいなとか思った、そうってね、さっきも言ってくれるんだけど、うん、なんだろうな、なんだろう、いやこれ前編にあったよやっぱり、うん、あの、まあ、今のやっぱりこうすごく現代の音っていうところにあるんだけど、うんうん、すごいそれが2人のこうコーラスとか、歌に、あとあれだよね、声質もさ、うん、こう若干楽曲によって微妙に変わってるところが甘いのがあったりとか、こうピンとしたやつがあったりとか、歌い方もちょこっと違ったりとか、あれね声借りてただけだよいやいやいや違う違う違う、だからアスカの声なんかすっごい甘い時とこう尖ってる時とあったりとかして、うん、でチャゲのこう割とささくようなやつがあったりとか、うんうん、ああこの2人の 声のバリエーション面白かった、うん、でも俺は今本当に気づいた、1曲ずつ交互にやってるだけだったやつ、すげえ面白かったよありがとうございます、うん、ありがとうございます、いやで僕らも今度ね、かなみちゃんまた僕らの番組にもしゲストでまた来てくれた場合にはこれを褒め上げたいな、まだ聞いてないんでね、今渡されたんでね、正月発売ですね、いやいや、うん、そうそうそう、うちはほら、まあ、縁起も好きだからさ、うん、こう本当に面白かった、あでまあ結局さ、うん、それなりにアルバムを作っていけば作っていくほどこう自分たちがアルバムを10曲なり10曲なり20曲こう分かんないけど、うん、こう固めようとした時にさ、うんうん、
最終的にこんな音になったらいいなと思ったところあった、うんうんうん、あるわけじゃないですか、うんうん、チャゲアスにとっての今回のアルバムっていうのはこう一番念頭にあったものっていうのは何なの？さあ何だろう。でもね、曲をね、うん、作った時にある程度どういう曲にしようかなっていう全体像ってあるでしょ、うん、でその全体像ができてれば、まあ、アルバムができたのと一緒で、うん、2人が全体と思ってるから曲作ってるわ。そうするとね、持ち寄った時に何気にここをなんかまとめていくのはどの辺の曲だろうっていうのがあって、もう一曲作ると三角形ができるでしょ、うん、もう一曲できるとこの、うん、まあ、四角形っていうのはね、こう形をこう枠ができるでしょ、うん、その枠をどんどん間埋めて丸くなればいいなってぐらい。なるほどね。あ、じゃあ、うん、もうとにかくできた曲をどんどんこう持ってくるとその中に何らかの同じ匂いを感じていくっていうパターン。そうそうそう。だからあまり昔はねそういうのが分かんなくてね、うん、もうそのバラエティ、うん、ね、これはもうどう取っていいか分からないんだけど、うん、だからそういうのあちゃこちゃいった曲が多かったんだけど、そのくらい当時はね、でも楽曲が良ければそれは全てだっていうことを言い方したんだけど、でやっぱ今から聞けばね、なんだかもっとまとめたいなっていうのがこうね欲求が出てくるんで、最近はちょっとそのまとめるような作り方にはなってきてるかな今。この Not at All っていう、タイトルはどの辺から出てきてる？これ、ね、コンサートタイトルでね、うん、ちょうど本当にロードでレコーディングやってる時に、うん、ツアーの告知が始まる、うん、それでポスターなんか作んなきゃいけない、それタイトル決めなきゃいけないっていうので、なんかいろいろ出してみたんだけど、なんかピンとなんかいまいちこうライトっていうのがなくて、うん、それでまあこの言い切るような言葉がないかなっていうので、でそれでまあ自分たちで、まあ、常に思ってくるんだけど、うん、こんなもんじゃないだろっていう、これが全部じゃねえぞっていうところだね、そういう気持ちではいようよってことでズバッとこれ、ね、うん、ロンドンでとにかくツアータイトルをまず最初決めなきゃいけなかったから、うん、印刷の関係上でロンドンで結構レコーディングの合間に考えてたね。最後まで残ったこれノットアトールでしょ。もう一つ残ったのが、うん、久しぶりのホールツアー観光するってことで10年ぶりなんだよ。おそうか、うん、じゃあこれの、まあ、これもなすごいなと思ったよ。そうそう、俺これ見て、俺たちはねそれなりにすごい自分たちでねツアーやりながら、やっぱスタレビ結構すごいなと思ったこれ見た時に井の中の蛙って思ったよ。それで、まあ、ノットアトールもあったんだけど最後まで揉めたのが、最後までここにあったのがホールマッカートニーホールオダフィーホールマキ指パッチンツアーっていうのは、これは最後までどっちかしようか、多分今作ったと思うんだもうねチャギはすぐ分かるの、ね、鼻の穴が開くんだよ。そうなんだ、俺も見抜かれてるんだよ、カナメちゃんによな。ね、ね、曲かかるのと、いや かけるさ。あ、俺はね聞いてるよ。ワンコーラスか。この二人もう一人赤坂が入った時に楽曲何も書かなかったの。怖いね、怖いね。バカ集めただけなんだよね。とりあえずですね、CM などもですね、はい、またお話、そして楽曲も書けるから。そうじゃないと。ね、書けたからこれ今。皆さんもしばらくお付き合いくださいね。じゃあじゃあほら、CM 開けた開けた。あ、開けたね。開けた開けた。よっしゃ。ね。うん、これで今回のですね、もうツアーもうこれ始まってるわけでございますね。始まってるよ、もうすごいな本当に。昔さ、うん、いつも俺ね、チャゲスの、ポスターに全部こうホールがバッて載ってたの、悔しくってさ、悔しくって俺たちは小出しにするんだよいつも。で俺はだから嫌だって言ったんだ。俺もチャゲスみたいにしてよだこうやって最近はやっとツアーにポスターに全部の日程が乗るようになったけど、俺ねどこだって言ったら FM の仙台かなんか行った時に、DDFM 行った時にチャゲスのポスターがどうまたツアー回るんだと思ってみた時にさ、おるーと思ってさ、こうびっちり下の方にさいるんだよ、船虫みたいにこうおーってさ、あの頃2日間ずつやってた頃かな、きっと。おーすごいなと思った、これめっちゃかっこいいなと思ってすぐ帰ってからさ、うちのスタッフが俺もチャゲアス、俺もチャゲアスだだこんでて、やっと最近は乗っけてもらうようになったけどさ、もうすごいよやっぱね。なんていうの、俺は本当に最初にチャゲアスの、ライブの話聞いたのが四国のデュークっていうところのね、宮城社長に、うん、あいつはいいライブやってるんだよって俺が聞いたのがもう15年ぐらい前の頃かな、その話を聞いてね。それでチャゲアスさんも細かに回るんだお前って、俺たちはまだだからあの頃四国とか2軒とかしか回れなかった頃かな、うん、ほんで、うん、こうやって回ってってどんどんお客さん増えてるんだよって、うん、そうかとか思ってて、それはね多分ね誘導されてる俺たちも2件しかやってないの違うその頃だからそうやってガンガン人集めてるって聞いてそうですかっていう話を聞いたんだもん。でもあれでしょ、うん、
カナメちゃんちも今ツアーずっと回ってるじゃん。俺ら来年からだね。来年か。で、うん、ほら、この前、夏の野外、うん、たまたま一緒になったじゃん。うん。だからさ、うん、俺はもう、頭下がったね。何すごい、ほんとに。お前、ちゃんと運動してるもんね。運動してる。準備運動してるもんね、ちゃんとね。坊ちゃんと一緒に。あ、そりゃそうだよ。あの、屈伸したり、うん、やってるもんね。あれは別に二人で男二人が戯れてるわけじゃない。言ってたから。えらいね。毎日、毎回やってんの、やっぱり。あれ、プロモーション？いやいやいや。あれはね、ね、なんか、あれをやると、うん、さあ行こうっていう気になるけど、どうも最初、一曲目ってさ、自分でも硬いから、なるべく発声練習と体を動かして軽くしていこうっていうのは。ストレッチ感じてるよね。そう、あのね。ほら、感じてさ、似た人に足、左足パン上げるでしょ。あれはね、もうストレッチやっとかないと、それ愚痴だよ。愚痴なんだよな。うん、そう。でね、俺が最初に踊ったのは、徳永英明に発声練習をした方がいいよって言われたんだよ。特に。そうでさ、花野さん、あの、うがいもちゃんとやった方がいいよって。俺はもう、うがいのとこ、そういうとこしたことなくて、いつも声ガラガラに荒れてて、リハーサルで適当に歌って本番出たら、あれ、こんなもんかよと思って、すごい反省の日々を送ってた時に、徳永が、発声練習は必要ですよ。花野さん、それからあとは、うがいもした方がいいですよ。特に、うがいはですね、あの、鼻からこうやって水入れてガーってやるんですよ。あ、そうか、と思って、これ、すっごい鼻からさ水飲むなんて怖いじゃんか。それでも今やれるようになってさ、ぐーってやったで、徳永が次やった時、徳永、お前あれ聞くよ、俺あれ以来風邪ひかなくなった。え、本当にやってるんですか。いや、バカやね。本当に笑ったよ俺。目白く。それで、うん、あの野外の一連で今度富士急行った時に、うん、あの甲斐さんと、うん、あのハンドドッグの大友さんです、うん、で大友さんがその日、うん、また走ってんの。うわ、うわ、さすがだなと。やっぱみんな40代のアーティストはちゃんと汗、ステージ上がる前、ちゃんと汗を流すんだなと思って、お父さん、すごいですね。いや、あのさ、昨日、甲斐さんに捕まっちゃって、今、酒抜いてんだよ。みんな何らかの理由あんだよ ね。うちのあのバカショーの林ももう年中走ってるけど、うん、あれは懺悔のために走ってるんだよ。あちこちで悪いことしてるから自分でもうね、懺悔のために仕組み走って汗流すしかないって言ってたりして。でも坊ちゃんといいコンビだよね。でも本当にね、うん、すごい。でも俺あの小祝いの時にね、うん、たまたまもうチャリアスもユズも、うん、ブームもね、うん、みんな目いっぱい歌ってくれて嬉しかったな。あれな、すごかったな、あの人の揺れ。アホだったな。あれ、客席よりステージが一番盛り上がったね。いや、最後楽しかったね。あんなにね、もうただのバカの集団だったもんな。しかもいい大人が。そうだったよな。子供だったらあんなにはしゃがないよっていうぐらい。だって誰だよ、本当に。俺の、遠い、似てねえな、遠い。なんだあれ、アスカ歌ってたんだ、あれ。遠い、バカじゃねえなと思ったわ。何やってんだよ、本当にと思って。すごいデカ型だったもんな。似てたでしょ。いや、全然似てないよ。だから、誰だよ、誰だよと思ってたんだけど。だからもう本当に俺はね、本当に今年の夏はあんたたちにやられた。いや、楽しかった、本当楽しかった。俺ね、あのああいうねジョイントをやってみたいなってずっと思ってたんだよ。だからまあこんなラジオで言うのもなんだけど、また機会があったらぜひね、うん、あのね、俺はね、実はあのここ何年かずっと思ってることがあるんだよ、うん、あのチャゲアスのバックをやってみたい、うん、俺さこれであの夜にやってみたい、大騒ぎになったんだよ。面白いよな、それで。でも本当にあの時盛り上がったよね。俺はやってみたいんだよ。そんな光栄なこと、うん、で今度はうちのコーラスもつけてほしいわね。いやいや、それがあれがないかな、あくび持って。いつの間にか俺はステージ上がってんけど、どこかでいつもメインはこっちにしてるじゃない。いやいや、ね、何言ってんだよ。だってどう考えたエンジニアは自分のところでやらせてとか言って、ね、何言ってどう考えたってね、あんたらの客をやる方がね絶対盛り上がっちゃうわけだ。俺ね、だから俺たちはその中でちょっとこう場を空気をねスススっていう時に俺はだからやるんだけど、俺はチャギアスのバックやってみたいんだよ。ただね、そう思ってたんだ。で今回のノットアトロキーで、これちょっとあのさ、俺思ったんだけど、なんでさあんなにたくさん転調するわけ。え、なんで？むちゃくちゃ転調するじゃんか。もうあれ、これ俺なんか一発で、例えばまあ雰囲気だけ聞いてすぐギターソロとか弾けるのに、俺絶対弾けないもん。やるんでね、あんたたちの。いや、そんなことないですよ。ほんの、まあ転調なんてのはもうあのね、ここぞという時の転調なので、僕らまあ乱発してもさ、まあ、かのみちゃんこんなシングル、あのサビの入り方っつうのはね、おっって言ってしまうね。俺なんかもう本当に鼻くそ欲しいんだからちょちょいで作ってくるからさ。よくなんか、でもだから本当にね、これは俺、ね、この間ね、うん、この間夏の時にあのやらせてくれよって言ったけど、俺このノットアトロ聞いて、ちぇ、ちょっと参ったなとか思ったら、しょうがない、あとは佐橋に任せるかとか、どういろんなこと言うんだから。でもやってみたいと思った。だからもしね、あのもしジョイントやるんだったら、お互いにね、お互いがお互いの曲をやって、ね、でジョイントするような。まあ、あの俺はあのほら、なんか自分たちだけ出て終わるのが嫌なんで、うん、とりあえず俺たちがやって、チャイアスがやって、最後はもう
それ合同演奏、合同演奏ってなんか古いけどさ、そういうのも野外だったらね、結構面白いのかな、皆さん喜ぶよね、思った。ほんでね、まあ、あのトークの時間も取りつつ、締めに入ったなでと思ったんで、だから俺はね最初から思ってたんだよ、あんたたちがね、一筋縄じゃいかないっていうこともね。でね、年越しゲストっていうですね、前代未聞だよ、年越しゲスト来年分かったね、来年のです10日に、もう一週をですね、お話を聞きたいと思います。だからしばらくねスタジオの外にいて分かった待ってる、そばでも食ってるわけじゃあ、今週は何かけたらいいんですか。じゃあ1秒も話さないこの大バカ野郎だね本当に。いや、じゃあ、今回のアルバムから、はい、巡り合えてよかったバカやつらだね。さあ、それではお互い、ね、この曲僕が一番好きだった曲でいいですか。はい、じゃあプッチモニのですねこれは頼むよね、これさ、こういう場合はやっぱシングル曲 かける、それとも、いや、アルバムタイトル、アルバムタイトル、じゃあ1曲目やね、OK、じゃあ、この曲聴いてください。チェックアンドアスカニューアルバムね、27日リリースでございますね、そのオープニングチューンでございます、 Not at all ね、この曲を聴きながらお別れということでございます、はい、来年またじゃあ、10日です、ね、はい、ラジオの前の皆さんもですね、はい、あと10日まで聴かないっていうんじゃなくて間もしてくれてね、今日ゲストチェックアンドアスカの2人でございました、ありがとうございました、よかったでしょう。しかしまあね、結局は俺のが少し喋ったんじゃないかと思うぐらいです。あいつらが来るとついつい私も気を許してしまってですね。でもまあ本当にこんなこと言うのもなんですけどね、ミュージシャン同士っていうのはいいもんでございますよ。大体みんなですね、音を作るってことに関してはですね、絶対なんて言うんですかね、こんなとこでって妥協はしないんですけども、こうやって話してるとですね、妥協しっぱなしですからね、一体どうなるんでしょうかっていうこともありますけども、来週は私たちスタートするべきニューアルバムスタイルの特集の2回目ということで楽しみですね。私だけですか、皆さんも楽しみにしておいてくださいね。というわけでサークル系プレゼントビーツクラブ、おいては私スタートするべきの根本かなめでございました。皆さんにとっても素敵なクリスマスでありますように。それじゃあ来週までお元気で、バイバイ。さあ、というわけで、チャゲアスのお二人ですよ。ね、もう本当に、チャゲちゃんがいつも準備 OK なんですよ。あそこはね、一つ今日多めに喋っていただけたらなと思っております。今日私は影のですね、フィクサーとしてですね、二人をですね、牛耳っていないと思うんですけど、さあ、そんなカニも食えない根本花芽がどこまで、自分を抑えきれるのか、早くしろと薪が入っております。チャゲちゃん待っててね、そんなにね、もう本当にガラスに顔をつけて。さあ、今年も明けてですね、また来てくれましたね。明けましておめでとうございます。明けおめことやろ。チャゲナスカのお二人でございます。はい、どうも。まあ、というわけで、俺も年取ったちゃったじゃないか、また1月6日で ね、誕生日だったの。おめでとうございます。いや、とんでもないですよ。本当にご挨拶も。宇都宮で迎えましたよ、1月6日ライブ。年の数だけ餃子を食べさせて。随分食ったね。随分食ったね。だけどさ、宇都宮の餃子って安いよな。あれで200円。花見ちゃんさ、だってさ、15年ぐらい前の宇都宮って餃子なんかなかったでしょ。嘘つきだよ。いつからなの、あれ。あれはね、餃子の像を建ててる。駅前のな。餃子の組み合わせできたりする。そうなんだよ。偽物が出たりして、それでやたらこう盛り上がったりしてる。昔ね、でも15年前に、餃子ストリートみたいのあったんだよ。あ、そうなの。そこが広がって、いつの間にか餃子の街に。基本的にの。うん、本当だ、本当だ。嘘じゃないよ。そうなんだ。でもね、今はね、カクテルの街っていうんだよ。そこからこう、どこから、何がカクテル。俺は、じゃあなんでカクテルの街。カクテル選手権みたいなのがあるんだって、毎年。そこで優勝した人がいつも宇都宮から出ることが多いんだって。それってあれ、外国映画みたいな、なんか、そうそう、ああいう、だから日本の中でそういうカクテル選手権みたいなのがあって、そこの優勝者が何人か宇都宮から出てるんだって。だから今はカクテルの街ってどっかに書いてあったよ。でもだから出場者みんな宇都宮の人じゃねえかって話はあるんだけどさ
いやいやそんなことはないよ。広がらないでしょ。そんなことはないけどさ、だから本当カクテルの街っていうのも ね、そういう一つなんだけどね。まあそういうわけで、ね、もうバカ話ばっかりなんだもんこの2人で、ね、昨年の27日12月27日にですね、ニューアルバムをリリースいたしました。やっぱ Not at all、yes. ね、リリースいたしまして、昨年の末もゲストに来ていただいたんだけど、はい、今週はですね年越しゲストと、はい、そうですね。もう最初にですね、あの一曲おかけしなかったかかけとこうだじゃないと安心できない。あ、そうですね。でね、俺はね、ジャケに言いたいことがある。何？ね、つぶてってかけたわけ。俺はかけなかった。だろ？俺は電子辞書で、電子辞書でスクロールしながらね、何かいい言葉ないかなって、あからずっとずっとやって、他行でよかったよ。これは緊張になるかと思ったよ。ルーとかだったら大変だもんな。これ難しいじゃない。座りがすごく好きで、このデザインが。おで、つぶてってこうピッと思って、意味調べたら小石が飛ぶ様って書いてあるでしょ。これはなんかリンクできないかなと。おなるほどね。つぶてって瞬間パッと読まないよね。難しいなと思ってさ、これなんだろう。だから一面つぶてってけど、漢字、他の漢字使ってんじゃなかったって、いろいろ調べたらやっぱつぶてだった。これつぶ腕だった。信用されてないだろう。だってさ、6曲目のリンだってこれかけた？ね、読めるけど、そうなんだよ。だろ？そうなんだよ。どうもね、チャゲね、最近自分のレベル以上に何か物を語ろうとしてるところがあるなと思って。こうつぶて見た時思った。なんかもう知らない言葉で語ろうとしてないか。ごまかしな。もうリンなんかうわーっと思っちゃって、また別の読み方あるんじゃねえかなと。妙に勘ぐっちゃって、こうつぶてが出てきちゃった。リンもね、間違いやすい感じなんだよね。これリンの他になんかリンはリンしか読まなくない？なんていうものなんだよ。何個読むかあるのかな。これもさ、よく見るとなんだかめまいしてくるような感じだもんね。そう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 。あのレモンとかかけるか？かけないかけないだろ。なんで大塚ねねちゃんっていたじゃん。はいはいはい、はい、俺もさ、なんかあの漢字みたいな。浮かんぶりそう、だから俺はな、あの大塚もんもんさんレモンのもんだと思ったもんもんさんって聞いたらねねですって言われたことがあって、初めてもう何年も前だったけど、漢字は難しいな。難しいね。特に最近ワープばっかり書かなくなっちゃうからさ、ね、メールでも変換したでしょ、もうね、もうとんでもない変換しちゃったりして、もう気づかない自分がいて恥ずかしかったりする。恥ずかしいね。まあ今日はですね、こんなこと言ってるとまた書かなくなっちゃうから、この夢のつぶてね、皆さんつぶての漢字書きましょうか。飛ぶにですね、石編っていうのがね、まあいいや、聞いてください。やめよ、チャゲなんだよ、ね、夢のつぶて。これね、これエレピの音すごくいいな。ローズがね、俺の中でやっぱり1970年代の、あのボジスカックスと AOR のな、それでサンタナが来て感想引いちゃうみたいな、あるじゃないか、あのイメージだったね。トワイライトハイウェイ、そう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 、オタクだね。これはね、あるこの色はね、あ、これいい音してるなと思った、その色でちょっと作っていったんだね。というわけで、ノットアットのアルバムの中から今一番新しいシングルですよね。そうですね。はい、シャギアンナスカ夢のつぶて、この後は CM でございます。さあというわけでね、今週はチャガンダアスカのお二人をお、ゲストにお招きしているわけでございますけども、さあ年が明けました。明けました ね、2002年、うんうん、これはお二人にとってはどんな年になりそうですかね。去年からずっとツアーやってるんで、そうですよね。とりあえず4月の沖縄で一応終了するんです。それを無事完走したいなっていうのはまず、もう73公演、うん、すごいな、やっぱり。多分追加公演も出てくると思うから。あ、本当に、うん、だからやっぱり5月ぐらいまで、ライブモードで行くんだろうね、やっぱね。このライブ、俺たちもライブね、大好きですけど、ライブの楽しみっていうのはさ、何ですか？ライブの楽しみ、これはね、あの本当の過去じゃなくて、本当に心の底から思うんだけど、あのお客さんがね、これもう今ちょっと構造が変わってきてるんだけど、お客さんがね、俺たちを楽しませようとしてくれるのよ。そう、でそれでその顔を見ると、こっちはすごい嬉しいから、まあ、答えようとするじゃん、うん、その答えようとすることを顔を見て、まあ、それで喜んでくれる。その喜んでくれた顔を見て俺らが楽しむっていうね。すごいよね。うん、もう待って、永久期間だよね。そうそうそう、ずっと上り詰めるまで。俺がね、最後まで、ずっとこの流れでいけばいいライブだったなというね、うん、心の肩結び肩結び、まあ、終わっちゃうそれ。解けないのかなんだかな、本当に。でもそのライブってあるよね、やっぱりさ、絶対出る側ってさ、最高のコンディションで出るってことありえないじゃん、なんかしらやっぱりさ、あるんだよね。それは自分で最高だと思ってもやってみたらあれと思う時もあるし、調子悪いなと思ったらすごいいい時もあるけど、やっぱりこれが 100% で100点だなってことはできないんだけど、やっぱりそれをその日しかできない何かエネルギーをギャッて出すことで、お客さんもすごく喜んでくれるしな。あのやっぱり、今もう30本近くやってるんですけど、全部同じコンサートやってないからね。え、それは何、曲が変わったり。いや、そうじゃなくて、気持ち的に。そうだよね、ま、それはそうなんだよ。俺もね、これが面白い、それがあるからやれるんだよね。毎日違う街に行ってね、違う人がいるわけだし、 その日の気分もあるわけだからさ。だからやっぱ楽屋
の雰囲気とか、うん、とかリハーサルの雰囲気とかで全然変わってくるだろうしね、うん、で前の日飲みすぎたりするだろうしさ、ね、あれさもうな、かなめちゃんも分かると思うけど、うん、ここでやめときゃいいなと思う時あるし、いつもそれは、ね、次の日にそれはね、ライブが悪いの。あね、もうだから行っちゃうんだもん俺たちって。結局ね、あの元々のあのもうミュージシャンにも俺二通りあると思うわけ、うん、あのお客さんを見て自分もが止められる人と止められない人、うん、ね、それは夜飲んでてもそう、ここで止めなきゃって思ってると、もうこれここ越えたらちょっとあの大変なことになるけど、もっと楽しいかもしれない。体調大きいよね。ここ越えた時でも常にうまくいく時があるからね。そうなんだ。うまくいく時のことが分かってるから、いや行くだろうっていう気があるので、うん、そうなんだ、前例があるんだよな、うん、あれはやっぱりっそう経験値だからね、うん、だから俺ライブってやる側がへこたれなかったら絶対お客さんはさ、あの楽しんでくれると思う、うん、そうなんだよ。こっち側がへこたれた瞬間に向こうにも伝わるよね。そうなんだよね。あのね、お客さんに飲まれたら負けだからね、うん、これやっぱね、ある種オーラの出し合いしてるからね、うんうん、そうだよね。あれやっぱ掴みは大事だね。え、かなちゃんね、掴み大事だよね。やっぱりさ、あのお客さんって多少なりとも緊張してくるわけじゃん、どんなもの見せてくれるんだろうってね。こっちもさガチガチになってたらさ、ろくなことないからね。あれね、空気伝わるからね、うん、本当にあの硬い時って、うん、こっちが硬いきゃ向こうも硬いし、向こうが硬いきゃこっちも硬いし、うん、でもまあ主導権握るのは自分たちだから、なるべくこうコソコソコソって言ってね、うん、これがさ自分たちでさ毎日毎日楽しめるようになるとかね。これはあのあれですよ、昔長嶋監督じゃない、長嶋選手の頃に CM 出た時にね、プレッシャーを楽しめ、プレッシャーを楽しめるようになったらそれはもう一流選手の証ですって言ってた。プレッシャーって面白いものなんだよきっと。なるほど、プレッシャーな、ね、うん、欲しくないよ俺。でも緊張はしないでしょ。そうだな。緊張しないよね。たまに緊張しなきゃと思う時は俺もそうあるんだけどさ、なんでなんだ、あんな楽しいことないじゃん。俺が思ったんだけどさ、うん、中学校の時からさ、うん、ね、ギター弾いて歌って、うん、やってること同じなんだよ未だに、うん、もうね30年経ってずーっと同じことやってるんだよ。そうだよな。何も変わってねえじゃんと思ったんだけど、一つだけ変わったことがあるんだよ。お袋に怒られなくなった。カラメもう寝なさい寝なさいとかって言われなくなったんだよ。あれでも結局から、ね、同じことやってる。やっぱカラメちゃんももうあの若い時はギター抱いてねと。あ、そうだよ、もうすごいよ、もう顔に出んな。ギタリストあれみんな抱いて寝ちゃうんだよ。あれ抱いて寝るんだってね。そうか、うん、俺はもうギターのねホールの横にタオル巻いて、うん、音が出ないようにってね。そうなんだ。あれでもね、ギターってほら、まあ、3人ともこうやってギター弾くから分かるかもしれない、なんであんなあったかいんだろうな。ピアノじゃああはいかないよな。あ、そうだな、なんでギターってあんなあったかいんだろうと思う。でほら、あの人レベルの音が出るっていうか、うん、ピアノなんかボーンって聞くと「おお!」とかってさ、うん、あのボーンしてない人とか言って、たまにさ、下の方でベーンとかってやると「うお!」すごい重厚じゃん。ピアノの音ってね、あのね、アカデミックすぎて怖いんだよ。いつどこで弾いても同じベーンって言ってるだろ。ギターってもうなんかその日の気持ちでささくれだってたりとか、たまにミヨンってさ、かすっちゃったりする音とか。ピアノって一応ほらボーンってなるし、ハンマーさ息がさガンってなるじゃんか。あれだから容赦ないんだよピアノって。すごくあのね、あのまあ全ての音楽の基本は俺はピアノだと思うわけ、うん、ね。でもやっぱそれがゆえに、あの心のない人が弾いたらダメなんだ。でもギターってそういうやつでもなんか許してくれるっていうかな、あれは偉いような気がするな。だから俺はギター好きなんだけどさ。好きだよな。ギター以外ないもんな。何本持ってる？ギターは結構20本もうちょっと持ってるから。でまた俺ってさ、メンテとかちゃんとやってんの？やってるよ。そう、うん、やってなさそうなんか。そうなんだ。まあまあそう、実はそうなんだけどさ。ちょっとね、ビビるまで、まあまあ、あれって言われる時あるんだけどさ。でもさ、金のない時、アマチュアの頃ってさ、弦買うのも結構大変だったもんな。大変だったろ、うん、俺たちなんかあのお湯でいっぺん沸騰、そうそう、煮るとね、煮ると生き返るっていう話があったもんな、ね、うん、あれ一回だけできるもんね、うん、シャリンってなるもんね、生き返るんだよ。そう、アコギって特にそうでしょ。そう、まあエレキギターなんかまだいいんだよ、そういうのはね、うん、だけどな、あのやっぱね、あのギターって本当にあの調子悪くなってきて、うん、でも調子悪いなりに、ね、聞けちゃうんだよ、まあ、アンプがある程度、まあ、あのそれを増幅してくれたりするから、うん、ギターってさ、それであの変なピヨンってこうちょっとビビったりしたら、うん、今度はそれで何かを弾こうとしちゃう、うん、まあ、アコギってやっぱりさ、もっと素直なね、いがきだから、うん、こうガリーンとかって弾いた時に、うん、あの上手い人が弾くと、なんで同じギターでこんな音するんだよ、悔しいんだよ、なんでなんだろうね。だからエレキギターの方が上手いやつと下手なやつの差が出ない。ああ、アコギは出るね。アコギは出るよやっぱり。
だからほら2人ともきっと俺よりもこの指とかガリガリに2人とも硬いんだろう、うん、痛いな、うん、もう痛さ取り越えたね。ねえ、彼女のアクフスってやるじゃん。俺はでもねちょちょいだからいつもちょちょいエレギターの延長だから。もういやでもほらユーミンの時うまいなと思ってるんですよ。俺ね緊張したの見てるわ顔。あーユーミンの時にね一人ずつねユーミンがフォーラムフォーラムのじゃあ次は、誰かに一つ挨拶してじゃあ次やすかで俺挨拶してどうですか、じゃあ次はこの会場に来てる今日のじゃあ要ちゃんを俺はね振ったのよ。間違いだったよあれ。なんだ本当にね。俺はもう先生手を挙げさせてもう喋らせてもらいました。あれはねこれはねラジオの前もさ知らないけどユーミンさんがねたくさんのゲストを呼んでコンサートやった時にねBS の開局のコンサートその時にもうすごいメンツばっかりですよね。それ飛鳥を筆頭に、菅君もそれからカール・スモーキー、あとよくわかんないけどいろいろいたそれでじゃあゲストの方にご挨拶をいただきましょうってことだったね。で最初が石井君が出たんだよね。ね、それで、石井君がアスカをだけだでアスカでさそのアスカこれもう呼ぶ人の順番があるわけよ。なのに俺だもん。やばいよ。あのね俺の名前呼んだ瞬間に打ち上げの会場がピリッとなるんだよ。ピリッあれと思ってなんだ俺もなんで俺なんだよ。俺だってもうちょっと場が出来上がってから適当になんか言ってねお茶濁してどうもって帰ってこようと思ったんだけどさもうあれでダメになっちゃった。あれだよ本当はユミさんを全員にこうやって、まあ、歩く行こうと思ってた時にさアスカが俺に来て終わっちゃって。で俺は一応筑前呼んだわけ。でも筑前もまあ適当に呼ばれてるけどさ筑前適当に喋ってもう帰っちゃった。本当はあそこで次の人を呼ばなきゃいけない。もうそこで終わりね十何人のゲストがいるにもかかわらず筑前がそこで降りちゃった。4人で終わりだ4人あれはねあれはアスカが悪いだ。あれは俺を紹介したのが大変。いやそんなことでも切り返しはすごかったよ。もうねでも聞かないじゃんパーティーって。あんた怪我してなかったの。そう怪我してもそうだよな骨折してる骨折だよな。だってあのパーティーってほらみんなガタガタ喋るから、うん、みんなほらもうプライベートトークになるしみたいな近いって、うん、みんなそれぞれこうやってな、うん、それでね誰も聞いてる人ないっすよほとんど。その時にね出て行って彼女紹介したらねいきなり歌う歌い始めるバンッとしょうがないじゃん俺ら歌うことしかない。そうするとみんなハッと振り返るんだよね。うわっと振り返ってまた戻る。振り返っても俺背がちっちゃいから誰がどこで歌ってるか分かんない。本当に何言ってよマイクの陰に隠れちゃった。悔しい。本当におかしかった。あれはね俺は本当にあれの時は緊張してた。俺はねあの時はね一瞬ねアスカがね鬼に見えてなんで俺はここで呼ぶんだよ。だから俺出なかったもん。ああ本当だよあれね。でも楽しかったけどな。そうだったよね。なんかあれの時にさもう楽屋にさなんかうちとレベルが違うんだよ。俺ん家は楽屋に置いてあるのは歌舞伎揚げ、あそこのとこはねフルーツ。嘘だよそんなよくそうなのやめてよそんなこと。嘘ですよ皆さん歌舞伎揚げだもんじゃもうそれ4つに折ってくるんだからな。俺の時はほら散々さデビュー当時からいやすげえユーミン好きで高校の時からユーミンファンですっていうのをずっと言い続けてでもな耳に入ったみたいね。もうあのな春よ来いはすごかったな。おう俺はね鳥肌立ったあれ。本当に筑前と隣にしてた。俺負けず嫌いだからさ、うん、俺負けず嫌いなんだけど勝つのも嫌いだから人生引き分け主義で来てんだけど。いやだからでもあの春よ来いは本当にねこれあそこの曲じゃねえのっていうぐらいねすっごいドンピシャだったよ。あれすごい。まあ、でも歌えたのが良かったかな俺ユーミンと一緒に。あれはなあすごいなと思って、うん、でもまあやっぱりなあの器っていうのはあるなと思ったよ俺本当に。あの時見ててもうあそこああいうとこに出てきた人のオーラっていうかねもう見えるねこのオーラ本当に。だから俺は自分でねまだまだやなと思った。だから多分春よ来いこうアスカちゃんとやって歌ったけど、うんうん、もし俺が春よ来いって歩き始めたらちいちゃんがって言って歌っちゃうんだろうこれな。これだから良くないんだろうな。ありがとうございますバカだね本当にこの子はね。さあというわけでツアーがね始まってるということでこれが4月いっぱいまで続くわけですよね。そうなんです。やっぱこのアルバムの曲を中心にやってるいやでもね あの新旧織り交ぜてやってますよ、うん、あの小祝いの時もね、うん、やっぱ憎い選挙するね君たちはいつもね。もうなんかねあのバランスじゃんかやっぱりコンサートって、うん、新しいのばっかりやってもさ、うん、なんか聞いたことないから馴染みねえし、うん、だからっていつもの曲ばっかりやるとやだなとか思うけどこの辺のバランスがねおたくらはうまいね。あれはどうやって決めるの曲って選曲は。あれスタッフが
ドクターコパ。風水かい。風水かい。そうそう。で、いろいろね、いろいろ口出しながらね、最終的に何だかね、決まっていくんで、うん。やっぱオープニングとかエンディングってのはすっごい、あれだよね、こう、どうしようかなと思うよね。入り口出口はね。ね、この二つでコンサートなんか色が出るもんね、つかみと、あとは終わりよければ全てよしっていうね。あとアンコールの一曲目とかね、うん、この辺は。これはやっぱり、俺たちもコンサートを作ったりする上でさ、うん、ここをポイントにして、うん、ある種こう、全体像が見えてるね。だから俺たちもやっぱ力入るしな、うん、コンサート力入りすぎるとダメだしな。何なんだろうな、本当にあれって不思議だよね、うん、やっぱりだからライブっていうか生なんだろうね。空気読めないのは、空気読めない人っていうのはそのライブでそうそうこうあれでね、うまくいかないよね。ああなるほどね、うん、だから空気読める人がやっぱライブってうまいなってこう下から見ると思うしね。そうだよね、うん、そう、そのお客さんの発する空気を含めて、うん、そのアーティストのエネルギーにしちゃう人っているもんな、うんうん、やっぱさ、ライブに行くっていうのは相当エネルギー使うわけじゃん、お客さんも、うん、そうだよ ねチケット取らなきゃいけない、うん、でその場所まで行かなきゃいけない、洋服もなんか買わなきゃいけない、うん、だからいろいろ大変な思いしなきゃいけない、それでも来てくれる、うん、これやっぱ来てくれた方には最大の魔法をかけてありますよ。そうだよね、だってあれだよね、例えばディズニーランド行ってさ、うん、あれって騙されるわけじゃんかよ。そうだね、うん、だ要するにミッキーマウスの中に人間入ってるんだよ ね、 なるほどね。だけど、うん、あそこでそんなこと意識させない、あれぞエンターテインメントだと思うわけ。絶対喋んないよね、綺麗に騙されるしさ、あれさ、どんなクソ熱くてもさ、大変ですねって言わないもんね。ミッキーね、大変ですねって言えないもんね。だこれがやっぱり俺は大人のエンターテインメントだと、俺は今年提唱したいのはこれ、大人のエンターテインメント、大人今考えてる。違うよ、もうこれ言い続けて今年提唱したいって10年ぐらい言い続けて。大人が大人の時代を作ろうと、つまり僕らがね40代でも50代のアーティストに憧れたりするわけじゃん、うん、だから10代の時には20代のアーティストに憧れたりとか、うん、そうやって先々にこうそういう 人やアーティストに憧れたら年取ることは怖くないもんな、うん、あ、ここから大人なんだろう、そうなると。だから自分より目上の人、目上の人、先に住んでる人、だって50代の人がマーシャル鳴らしてるもんな。もうそうだよ、やばくなガイーンって、しかもなんかもうなんかどうにいった音をバーンと鳴らされたからな。まあ、だからそう考えるとやっぱり音楽っていうのはさ、そういう年季も含めてさ、うん、やっぱこうマインドだなって思うな、うん、その出したい音をどんだけ出してくれるかっていうのがなんか俺は感じましたけどね、はい、でまあそういうことでですね、僕はこの Not at all のアルバムの中にですね、妙にこう感銘してしまったっていうかですね、うん、この音楽を高めていこうっていうすごいこう志の高さっていうのも感じました。本当にこれすごいなと思ってですね、うん、勉強させていただきました。ありがとうございました。さあ、というわけでそのNot at allのアルバムの中からですね、お別れにもう一曲聴かせていただきたいと思うんですけどですね、これは私がリクエストしていいですか。はい、マイラブ。じゃあプチモニノだって、まだ決まる。鏡が映した二人の、これいいね、これいいね、これいいんだよ、これね、うん、先にね、先行でね、CM で流れてたんで、うん、あって思ってくれる人いるんじゃないですか。そうなんだ、うんうん、俺テレビ見ないから知らなかったから、はい、俺は FM だけだから聞くのは。そうだな。いやごめんね。さあ、というわけでね、去年今年とね、年越しゲストいただきました、はい、ありがとうございます。楽しかったよ、サビアンダースカのお二人でございます。どうも。さあ、それではですね、お別れにこの曲でございますね、昨年の12月27日にリリースされました Not at all のアルバムの中から鏡が映した二人とも、本当にどうもありがとうございました。どうよ、結局俺は何の反省もなく一人でペラペラ喋ってた感じなんだけど、でも今日はいい話聞けましたよね、そう思ってるの俺だけ。いや、もうこれはね、それは皆さんの反響が来るとすごくね、分かるわけでございまして、どん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 おはがきとかですね、ファックスじゃねえや、E メール送っていただきたいと思うわけでございますけどね。というわけで、サークル系プレゼンツビートクラブ、来週も楽しんでね。お相手はスターダストライブの根本かなえでした。来週もお元気で、バイバーイ。さよなら。サークル系プレゼンツビートクラブ、この番組はコンビニエンスストアサークル系の提供でお送りしました。